ソニーカセット。 It's a Sony。 本日はこちらソニーの、CMT-SBT100 ということで、こちらの方ですね、セカンドストリートの方で、購入してきました。いやー、今回本当に、まあ、偶然なのか、かなりいい状態のデッキがですね、もう本当の破格で、購入することができました。いや、今回本当こんな価格で買えるのは、ちょっと歴代ないんじゃないかなと。今もずっと興奮してるんですけど、はい、もうこれを手に取った時はもうこれで買えろみたいな、本当にいい商品だったので、大丈夫かなというちょっと、不安もあるんですけど、まあ、その辺をですね、紹介していきたいと思います。本当の本当のジャンクコンポということで、もう完全に、Bluetooth 付きなんですよ。今までは、Bluetooth ないとか、私のちょっと勘違いだったりしてたんですけど、今回、Bluetooth 付き、これはもう間違いない、デッキになりますので、どんな状態なのか、もう楽しみなんですよ。これが動けば本当にラッキーのラッキーのラッキー。ということで、今日はですね、こちらの開封及び、動作検証、そして問題があれば、修理ですね。まあこちら、素人修理になりますが、まあ、その辺やっていけたらなと思います。まあ、早速ですね、やっていきたいなと思います。それでは、レッツゴー。あ、真っ暗。よし。よいしょ。あ、いた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 。はい。こちらの方がですね、セカンドストリートで購入してきた商品になります。こんな感じでですね、大きな袋なんですけど、これにちょっと入れていただいて、もう必死で持って帰ってきた。商品になります。なんかいい感じですよね。こちらの商品なんですが、まあ私がたまに行く、セカンドストリートで、気にはなる店なんですけど、まあなかなかですね、まあ遠いっていうのもあって、まあ行けないんですけど、まあたまに行くとですね、いい商品が見つかることがあります。まあそんな感じで今回もですね、いい商品が見つかりました。2、3ヶ月ぐらい前に行った時は、ブラーバが、確かね、900円で売ってたんですよ。で、ブラーバが900円。なんていうんですか、もう本当に安物のロボット掃除機。なんか300円とか500円の。で、それと同じ位置にですね、ブラーバがいてて、まあ、それも同じ、安物の、掃除機扱いされてて、900円でした。定期的に行くと、こうやってですね、いい商品が見つかるので、私は本当に、行くようにしてるんですけど、こちらですね、はい、ちょっと今から出していきますね。エッコラセット、はい、エッコラセットということで、こちらの方が、セットになります。ソニーのコンポなんですけど、型番の方が CMT-SBT100 ということで、まあこちらの方はですね、まあ標準的なコンボになってます。コメントにもですね、ソニーのコンボやってほしいみたいなこともありましたので、ちょうど今回良かったかなというところで、はい、やらさせていただいてます。こちらの方がですね、今回値札はこれしかないんですけど、1300円なんですね。で、1300円でいて、このレベル、ものすごいね、状態はいいんですよ。で、スピーカーコードまでこうやってついてるので、本当にいい感じじゃないかなというところですね。ただ、こちらこんな値段がついてるので、多分かなり壊れてる可能性もあるのかなというところなんですけど、それも本当にわからない状態で買ってるので、これちょっと動作確認するのも楽しいなというところで、今からですね、やっていきたいんですけど、はい。こちらの方は、4分の4。4分の1から4分の4まであると。これがまず1でしょ?これが2。こちらの方が3ですよね。はい。最後、付属品が4ということですね。で、こちらの方は、どんなセットか、ちょっと見ていきましょうか。今回説明書はないんですけど、ホコリがあるんですけど、こんなリモコンがついてました。で、リモコンの拭いた形跡とかはないので、まあ、ちゃんと綺麗にすれば、いいリモコンになるな、というところと、あとはこの AM アンテナですよね。AM アンテナがついてました。
で、こちらの方、あ、これか、これが AM アンテナ兼 FM アンテナなんですよ。でそれがですね、コネクタ形状でこうやって分かれてるんですよね。だからこれで付属品としては AM、FM 両方あの聞けるような、アンテナになってますね。なるほど。こちら本体ですよね。本体、あ、ちょっとなんかここ鉛筆で書いたようなあとあるんです。これ多分消えるかな。なんか鉛筆で書いたような感じなんですけど、多分消えそうだと。で確かにこう見るとですね、確かに汚いんですよね、この辺ね、汚れ。うん。まあ、こういったところはですね、綺麗に、清掃してやれば、いいのかなっていうところですよね。で、横もこんな感じで、状態はですね、比較的、はい、いい感じですよね。見た目。うん。で、後ろ、あ、後ろなんか、ちょっと黄ばんでますね。なぜか。これ、この辺黄ばんでますね。うん。まあ、そんな黄ばみがあるという感じです。こちら左からスタンバイ電源ですよ。ファンクション。ファンクションということはこれ、インプットですかね。これでいろいろ CD とか選んだりするんですかね。で、Bluetooth。で、再生ボタンとか、まあ、そんな感じのものがついてて。で、ここに、ウォークマン録音とか、ウォークマンつなげれんのか。あ、ここでつなぐんかもしれないですね。で、バスブーストとか、で、CD トレイボタンですね。っていうのがついてます。で、これが音量の、音量になってます。で、USB と、イヤホンもついてますね。よし。で、後ろが、こんな感じで、スピーカーのコネクタ形状はこんな感じですね。ソニーは、独自ケーブル大好きなんですけど、私はあんまり好きじゃないですね。で、オーディオイン。で、ここが、ウォークマンって書いてますね。ウォークマン。これがウォークマン。あ、ここにウォークマンのドックを挿すんですかね。ウォークマンを挿す感じですかね、これ。専用ケーブルみたいな感じですね、これも。多分この先はウォークマンが繋がるんだと思うんですけど。で、アンテナっていうのが、はい。まあ、それも接続。コネクタ形状だと。まあ、ある意味、コネクタ形状にしたら確かに楽は楽なんですよね。うん、刺すだけでいいので。その辺はありがたいんですけど、こちらで、いろんなケーブルを試したいっていう時とか、うん、いろんな形状の配線を使えないんですよね。一長一短ですよね。で、2013年製ということで、約10年ぐらい前かな、もう。うん。の、コンポになってます。で、スピーカーの方はですね、結構ね、大きなスピーカーで、状態もいい感じじゃないですかね。はい。あ、よかった。こっち側は、ホコリはあるものの、全然、ウーハーは大丈夫。生きてる。いやー、どっちか死んでたらどうしようかな。スピーカー死んでる可能性もありますよね。いやなー。スピーカー死んでないようにちょっと願うばかりですね。お、ちょっとここにクモの巣みたいな貼って。クモの巣が貼りつつ、ウーファーは大丈夫だと。こっちも大丈夫ですね。1300円の割に第1段階突破しました。で、第2段階は、動作確認ですよね。ちょっとそこが心配なんですけど、皆さんどう思われますか ?1300 円。1300円の実力はみたいな今回タイトルにしようかなと思います。すごい楽しみですね、これ。これで全部動いたらどうしようかな、みたいな感じだとか、うん、全部壊れてたらどうしようかとか。なんか、すごいワクワクしますね、これ。今からですね、接続の方をしていきたいと思います。スピーカーの配線はこんな感じ。スピーカー自体は、こうやって、普通の接続なんですよね。よし。よし。あー、でも本当にめちゃめちゃ楽ですね。これでいいんですもんね、もう。はい、実売価格はだいたい3万前後ですかね。まあ比較的低価格帯のコンポなのかなと
というところですね。それではですね、こちら早速、確認したいんですけど、その前にちょっと休憩の方をしたいと思います。はい、ということでですね、こちら、食べていきたいなと思います。いろんな YouTuber が食べた動画上げられてるんですけど、結構辛いわーとか、うわーとかね、騒がれてるんですけど、多分余裕じゃないかなと思っていて、私辛いもんそこそこ食べれる方なんで、そんな辛いかということで、全然大丈夫じゃないのみたいなことをちょっと確認したいなと思って、今回ですね買ってみました。そんなうわーってなるぐらい辛いのか余裕じゃないかなというところですね。なのでこちらですね、今から食べていきたいなと思います。ビャッパッカッパッパッビャッシャッシャッシャッ、スープ用にちょっとお湯を入れていきます。美味しそう。うん、すごいいい匂いしますね。極激辛、トマトソースっぽい感じですよね。トマトソースですね、これ。うん、すっごい美味しそう。見てください。こんな、なんかウニの匂い。ウニ。ちょっとまずは、スープからいただきます。あ、スープ美味しい。いただきます。ちゃうかな。美味しい。あ、なんか、美味しいわ。あ、美味しい。余裕かな。そこそこスパイス効いてるなって感じですね。あー、牛乳うまい。半分ぐらい食べたんやけどな、うん、いやー、まあこんなもんかなっていう感じで、ちょっと食べてみてくれん。ちょっと待ってな。まあまあまあこんなもんかな。余裕。スーハースーハー言ってる。うそやん。余裕。絶対うそやん。いや、大げさやで、それ、ちょっと。ちょっと余裕やな、これ。もう食べへん。え？無理。味を変えていこうかなと思います。やっぱりね、食べ過ぎると飽きるんですよね、同じ味に。こんな感じで、こちらですね、ペヤングの焼きそば、これをですね、これに入れて食べていきたいと思います。いや、これで味がまた変わって美味しいんですよね。なんか片面になっていて、今回はちょっともう冷たい麺になってますけど、多分美味しいんちゃうかなっていうところですよね。あ、うまい。あ、これうまい。うん、ほら、半分ぐらい食べたんですけど、あと残りこの半分はこうやってペヤングにしたりとかね、そういうこともできるんで。はい、
それではですね、気を取り直して今から、動作確認していきたいと思います。はい、元電源入れました。スタンバイはバッチリ光ってる。これで通電は、していることが確認できましたんで、1300円の実力は電源オン。お、めちゃめちゃ液晶ちゃんと光ってる。いきなり Bluetooth のコネクトになってますけど、うん、 Bluetooth とじゃあつないでいきましょうか。来ましたよ。押していきます。そうすると、あ、来た来た。はい、アンダーバーテレビっていうことですね。漢字が出せないんですよね、やっぱりこれも。はい、それではボリュームは下げといて、じゃあ一旦音楽聴いていきましょうか。おお、あれ、ボリュームマックス。ボリュームはですね、連動しないですね。これ最大でも、こっちと連動してないから、こっちはこっちで上げないといけないんですね。はい、 Bluetooth 使えた、やりました。これはかなりお得じゃないかな。うぅ、はい、じゃあ次テューナーですね。はい、テューナーをいけるかな。 FM、 あー、来ましたよ、安定の FM。 来た。あー、 FM も OK で、次ですね、 USB つないでみましょうか。 USB つなぐと充電はできるということだったので、果たして、iPad、iPhone は操作できるのか、ちょっと見ていきたいと思います。確かに、あれ、あ、充電できてますね。うん、充電マークついてますね。充電は OK けど、じゃあ USB にファンクションからしていきますね。 USB にして再生、あ、ノーデバイスで出るので、あ、いけてる。 iPod いけますね。今 iPod 出ましたね。おお、ソニーが iPod 対応してる。これはすごいことですね。ウォークマンがあるにもかかわらず iPod にも対応してるって。 iPod も OK でした。じゃあ普通のデータ USB は聞けるんですかね。さあ、普通にデータが入っているこちらが USB になります。リーディング、あ、いけてるっぽい。サンフォルダー、バッチリ。これどうやってフォルダー、多分リモコンでいけると思うんですよね。はい、ということで USB も OK ですね。うん、すごいね。あの、聞いた感じは低音が良くなりますね、これ。で、バスブーストってあるんで、これやったらどうなるんでしょうね。やってみましょうか。あ、そうか、バスブーストが効いてる状態で聞いてたので、すごい低音が鳴ってたと。これ一回やってみます。はいはい、確かに。あ、でも私はこっちの方が好きですね。この柔らかくなる音の方が。うん、低音はあんまいらないですね。はいはい、ちょっとなんかクリアになったような気がしますね。はい、まあこんな感じで USB も使えた。いやー、これやばい。本当に？あと CD が使えたら、こちらの方はもう投げ捨て商品ですね。CD の方はどうでしょうか。さあ、やっていきたいと思います。はい、それではですね、ファンクションから、CD、つないでいきます。あれ、Siri が反応した。CD に Siri。なるほど。はい、ノーディスクということで。
じゃあ一旦トレイを開けていきます。うわーこれやばい、これは何にも潰れてない可能性ありますね。ちょっと待って、ちょっとこれは動画にならないな。はい、それでは運命の、CD ですね、聞いていきたいと思います。 CD って言ったら Siri が反応します。あ、呼んだ。ちょっとトックは遅かったけど読みましたね。来た。来た。来た。ハードオフに売りに行くか。いやーこれちょっとですね、まあちょっと意外なデッキですね。ちょっと他の CD 聴けるか見ときましょうか。とっく読むのがちょっと遅いような気もしますけど、あ、読みますね。びっくりした。ソニーのウォークマンは実はね、これあるのはあるんですけど線がないんですよね。ちょっとないかなと思ったらちょっと探したありましたね。これがソニーの配線ですね。独自ケーブルになってます。ちょっとつないでみましょうか。あ、こっちつく、こっちついた。チャージングって出ましたね。ちょっとこれで、チャージしてからちょっとウォークマンが使えるか見ていきたいと思います。それではですね、ウォークマンの方は若干充電があるのでこれでちょっとですね再生してみましょうか。いけんのかな、再生無理か。今ウォークマンなんですよね。あれ USB コネクトでチャージになりますね。なんでやろう。こっちから再生できるのかな。え、ウォークマン、こちらの方は後ろに先ほどなんか特殊なウォークマンの差し口があったんですけど、あれはウォークマン専用の置き台があって、それと接続するみたいですね。なので、直接ここで直付けでウォークマンが認識するかって言ったらしないですね。ウォークマン専用のその置き台でセッティングしてやらないと多分再生とかも無理なんでしょうね。きっと。だから USB 単体ではですね、こうやって繋ぐことはできない感じでした。ちょっと艶の透けで綺麗にしていきましょうか。これぐらいやってたらもうだんだん綺麗になっていくはずなんですけど、しちゃうかな。ああ、綺麗になりそうでならないですね。ボリュームも結構汚いんですよね。だけどこうやって磨くとめっちゃ綺麗になりますね。よし、それではですね、今からこちら開けていきたいと思います。ちょっとパソコンみたいなんですけど、結構ねこれぎゅうぎゅうに詰まってそうなんですよね。だから開けても基板があって取り出しなかなか厳しいかなとは思うんですけど、一旦横はないんか、横ネジないので後ろですね、ちょっとネジ開けていきましょうか。1箇所2箇所3箇所開けていきます。よし、これで開くはずなんで、じゃあ一旦開封の儀をしていきたいと思います。
で開かへんの。うっそこれ。あ、後ろもあるわ。はい、こんなところにもネジがありました。お、開きましたよ。上段と下段で分かれてる感じですね。で、上の方はこんな感じでコンポらしい、基板の方がですね、こうやってありますね。フラットケーブルとかでアクセスしようと思うと、これを外して下までアクセスしないといけない。で、今回は何をするかというと、 CD プレイヤーまでアクセスしたいなと思ったんですけど、前面パネルを取って、で、すぐにここに CD があるので、おそらくそれでアクセスできるんじゃないかなというところですね。うん、こっからちょっと見えるんですけどね。これが CD 装置。前面パネルを外していきたいと思います。これと3箇所ですね。左右と後ろのこれ。ちょっと外していきます。爪ですよね。どうか。これ。ここにもなんか見えるので、これも外さない。ん？あれ？こっちなんで取れへんねん。この穴の中にネジがありますね。だからそれを外さないとダメなんですよ。よし、これでようやく前面パネルはこれで取れるかに見えますが、なんでか取れない。これかな、トレー。ちょっとトレーオープンしときます。はいはい、線がこうやってあるので、これ先外しとく必要がありますね。うわー、これ鬱陶しい。ちょっとですね、これ外そうと思うと、ここの前面パネルに向かってフラットケーブルがですね、こうやって多数いってるんですよね、こっから。で、こんな感じで、もう複雑にですね、ここ絡み合っててですね、フラットケーブルがなんかすごいたくさん入り混じってるんで、ちょっとこれ一つ一つこのテープをこれ外していかないといけないんですよね。これ外すときにフラットケーブルをこういう感じで痛めそうなんですよね。けどこれをやらないと正直先進めないので、ちょっとこの辺ですね、なんとかやっていきたいなと思います。噛んでるで。よし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 よいしょ。はい、ようやく出てきましたが、ここのネジ2本で取れへんかなと思ったんですけど、実は奥にもあって、ちょっと厳しいですね。で、ゴムベルトはここにおるんですよね。こんな感じでちょっと上に開くんで、これでゴムベルト取ったりっていうことが可能ですね。取れますね。うん。こんな感じのゴムベルトですね。エタノールで清掃していきます。指ギリギリ届く感じです。うん。で、こっちの大きなフーリーの方も、はい、両方血を届きますね。ゴンベルト、これに交換していきます。取れました。取れてしまいましたね。ここ、あれ、やばいな、同期が会えへんなった。一番左に行ってる状態で、あ、入った入った。だからそうか、これちょっと取って、で、これを一番右にしといて、
この横のこんな棒があって、それは右にしといた状態で、で次入れるときはその右の状態から入るとスムーズに、スライドします。この状態でも設定が難しいですね。よし、これで、よし、はい、OK、はい、とりあえず入りました。入りましたよ。こう、はい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 、ちゃんと入りましたね。動機があって、OK。よし、これで一旦ですね、戻していこうかなと思います。で、戻す順序としては、先にこれですよね。先にこれを、よし。よし。これはちょっと弱ってるな。あかんな、これ。もうつかないですね、一回外したら。よっしゃ。とりあえずこれでテストしてみましょうか。うん。ちょっと一回ちゃんと動くか。よいしょ。スタンバイ OK。イニシャライズって出た。大丈夫か？イニシャライズ？ちょっと再生しましょうか。いけるかな？壊れてるかもしれないんで。あ、いけるか。はい。まあ、一旦大丈夫ですね。うん。一旦こんな感じで、トレイのゴムベルトが綺麗になりましたね。うん。こちら戻していきます。これは、はい、これで OK ですね。どうしようかな、ここ。これね、一回いい方法ないかなというとこなんですけど、これね、やっぱハゲてるんですよね。黒、ブラックをちょっとつけて、ここに馴染ませるかなんですよね。こんな感じで。を入れてみましたけど、軽く。なんか、あれ？お、なんか、いい感じになったんじゃん。ねえ。ちょっとなんか分かりにくくなった。もうちょっとやってみる？ちょっといい感じになったんじゃないですか、これ。ねえ。うん。ちょっと良くなった感じがしますね。うん。ツヤの付けで、さらにごまかすっていうか、ちょっとぼかす感じで。どうですかね、これ。ちょっとマシになりましたね。うん。まあ、完璧ではないんですけど、こんな感じで、うん、ちょっと綺麗になったような気も。一旦これでちょっとセッティングしていきます。これピアノの音ですね。ピアノの音も、正面から出てくる感じで、うん、私的には嫌いな音ではないですね。うん、もう本当にね、正直コンポを再生するとですね、いい音だなって毎回言ってるんですけど、音の感覚が鈍いんでしょうね。きっとね。どんなスピーカーでもいいなって言ってしまうんで、音質的なところはもっとこだわり持てたらいいなと思うんですけど、ちょっとどうしようもないなっていうところですね。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、今日は、こちらですね、
壊れてるだろうということで、購入した1300円のこのデッキなんですが、どこも壊れてなかったっていう、ちょっと面白くない、動画になってしまいましたが、まあ、今回、購入する側にとっては非常にラッキーなんですけど、動画的にはちょっと厳しい、動画となりましたんで、まあ、いろんな間になんかいろいろ挟んだりねしたんですけど、またいいものを見つかったらやっていきたいなと思います。 Bluetooth がですね使えなくて、もう一回開けて、確認したところ、この配線がですね抜けてたんですね。これがこの中入り込んでしまってて、抜けてるせいでペアリングができなかったんですよ、これ。で、今これつけたらペアリングができるようになったんで、この線が原因だったのかなと。で、これが光らなかったんですよね。はい、補足情報でした。これが抜けてました。冷やし中華始めましたっていう感じ。ちょっと辛い。食べれない。半分食べたけど、ちょっと味全然残ってたやん。味変しようかなと思って、今回味変半分も少ななってへんかったわ。味変して、ちょっといろんな味楽しみたいやん。辛いのから普通のペヤングから、だから味変して。邪魔らしいで。もうええわ。いや全部食べるやん。夜ご飯食べれんくなるやん。バイバイ。はい、本日の、動画はですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、こちらぜひよろしくお願いいたします。高評価、グッドボタン、そちらの方もですね、よかったらぜひよろしくお願いします。It's a Sony. It's a Sony.